ハイローグッドテストポーパーティーン。はい、皆さんこんにちは、ミカプロダクションメカでございます。ということで、今回なんですけど、まあ、今日も今日だっていい天気ということで、今日は僕の、まあ、iPhone をね、以前僕が使ってた、今12使ってるんですけど、その前に使ってたね 6S があるんですけど、それをねサブスマホとしてね使用したいなと思ってて、だけどね、確かね2月ぐらいに大雪の降る日に、珍しく僕の県で暑いとかね大雪が降って、それでねバイクをナビで使ってたらね、多分それの影響でなんか充電できなくなってしまったんですよね。そこから iPhone が使えなくなって、結局この今のね12のプロにね交換したんですけど、まあでもそれこそね、なんか2台で使う時って結構僕あるんで、だから今回はそれを修理しに行きたいなと思って、結構以前に、ね、あの修理の iPhone の方行ったと思うんですけど、また今回ちょっとそれでね僕の以前の iPhone を使えるように修理していきたいなと思うんですけど、でね、とりあえず今ね予約したんだけど、そこまでね今から20分ぐらいかかるんだけど、もうあと今10分なのね予定時間まで、大幅な遅刻をしているんで、なかなか厳しいものがあるなって今急いでるんですけど、で、まあ、今回修理だけだとね、ただ行くだけで面白くないんで、そのままショッピングモールなんですけど、その修理屋さんと一緒に他のと店でスタバがあるんですよね、スタバで、まあ、今回はその修理はサブテーマで、メインテーマとしましては、陰キャの僕がスタバの中で編集作業ができるのかっていうところをちょっと検証していきたい。どうやらスターバックスってコーヒー買ったら何かしら作業させてもらえるっていう風潮があるらしいんですよ。それこそなんかほんとカップのコーヒー一杯で長時間居座ってる人とか結構スタバで見て、なんならなんなで電源タップとかすごい強奪しちゃってて、ここは俺の空間だみたいな感じでね、でしゃばってる人をスタバ行くとよく見かけるんですよ。もう僕それある種一定の陽キャしかできないっていう偏見があるんですけど、まあ今回ねこのド陰キャな僕がそれを行えるのかっていうところをちょっと検証していきたいですね。まあ、皆さんもね何かしら作業とか、まあ、勉強とか家でしちゃうと、やっぱりどうしてもね慣れ親しんだ環境ってこともあって、なかなか、まあ、作業がね進まなかったり、ちょっと周りの誘惑が多すぎてね手につかなかったりすると思うんですけど、まあ、そんな陰キャな皆さんを代表して、今回僕がスタバで作業できるのかってことを証明していきたいと思っている所存でございます。一応ネットで調べたところ、今から行く店舗は電源を挿すコンセントとかあるらしくて、まあ、店内ね、まあ、今このご時世どういう感じかわかんないですけど、とりあえず作業できるのか、はたまた作業してみたらどんな感じの気持ちになるのかってところをちょっと検証していきたいと思います。とりま今日は暑いんで、アイスコーヒーか激焼け余ったるフラペチーノを頼みたいかなって思います。では結構急いでるんで、ちょっとこの辺でスタバのとこまでキュッ。愛知のフラペチーノ、店内でお店を、はい、高いで682円、はい、いやまさかこんな簡単につく、やば、分解したら治ったかな。家でどんな刺し方してもどんだけ置いて時間かけてやってエアーで拭いたりしてあげるからすごいな。ということでね、本当はね、この携帯は治って今めでたいめでたい、ありがとうございます、ピッポピッポ言ってますけれども、まあね、もう一つ同時進行してたスタバなんですけど、ピーポピーポめっちゃ来るやん。スタバね、コンセントとりあえず入って、まあ、注文して座ろうとしたんですけど、電源のね挿すとこ席がいいなと思って、店員さんにすいません、電源の席ってありますかって聞いたら、どうやらあの店舗にその角の席に一つしかないらしくて、でその角の席にその
人が座、おじさんが座ってて、で、まあ結局いいやと思って、まあパソコンね開いてハードディスクにデータ入ってるからそこからやろうと思ったら、どうやら外付けハードディスクって電源ささないと読み込めないっぽくて、しかもまあ電源させないし、なおかつ俺その電源どうせ忘れてたっていうね、電源のコネクタを忘れてるから、どの道あのその電源タップがある席に座ったところでデータ何もできなかったっていうだから俺編集しようと思ったけど何もできんかったわでもなんかもう最初にさ、ノートパソコン開いちゃったから、なんかもうやる感じ、みんなあこの人なんか作業するんだみたいな、もう始めちゃったからにはもう手が後には引けないみたいな感じで、もう開いたはいいけどめっちゃやってるフリ感出してさ、しかも Wi-Fi とかもさ薄いから、とりあえずスマホのテザリングでスマホにつけてなんかもう待ち時間、携帯修理待ち時間 1,2 時間ぐらいあって、もうスタバ入っちゃってさ、今限定のさご当地限定フラペチーノみたいなのにさ、たっけ700円ぐらい払って買ったはいいけどさ、動けんからさ、そっからとりあえず携帯にある編集できるデータとかを全部読み込ましてとか、一応編集ソフトの中のデータとかをまとめたりとか整理したりとかしてこなした感を出してたんだけど、では結局なんか 1,2 時間ぐらいしてさ、修理の人から電話あったからさ、そのタイミングで抜けれたんだけど、まともな編集という編集はできなかったしかもね、やっぱ結構座ること大事だよね。編集画面とか何をしてるかってあんま見られたくないじゃん。あんま真ん中のとかの席だとさ、なおさら今日俺座ったと思ってさ、ストローとかなんかそういう紙類とかさ、ナプキンみたいななんか置いてあるこのすぐ右のとこだったんだけど、みんながそこ絶対通るわけよ。砂糖とかマドラーとか取るためにそこでいるわけよ。だから俺のパソコンで何をしてるかって絶対みんなに見れるから。すごい気まずいんだよね。うわこの人めっちゃやってる感出とるわみたいな、何やってたの、なんかここでやる必要ないんだろうみたいなめっちゃ気まずかったよね。陰キャの俺にはあの場所を耐えられなかった。だからやっぱりその端側の席でなおか背中に壁が来る感じで、もうパソコンのディスプレイが自分にしか見えないようにな感じだったらいい感じに過ごせたんじゃないかなと思います。てな感じで、まあ、結論といたしましては、スタバで何かしら仕事や作業をしようとしたらこなせる店舗は限られる。これ結論ですね。陰キャにこなせる店舗限られるというところで、まあ、今回はいい感じの、ね、動画尺になってるんじゃないかと思うんで、この辺で締めたいと思います。ありがとうございました。ミカプロダクションでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではさよなら、バイバーイ